はい、今回ご紹介するのは Right Left Kick Kick Right Left このパターンの、リニアフレーズ、これをですねご紹介します。結構こうリニアフレーズはいろいろとご紹介してきたんですけども、まあ、これがこういったフレーズがですねドラムソロだったりこうドラムショップス、フリルインなんかでこう結構使われるのはこう何を一見何をやってるのかこう視聴者にはわからない感じ、こうやはりこう正面からですねドラムプレイヤーを見ていてこう手でロールをするとまあ大体こんな手だけでこうやってるんだな、でも足を組み合わせるとですねあれ手だけこう少ない動きなのになんかすごい音がいっぱいなってるみたいな、こういう感覚に陥ると思うんですね。でこれをやはり、扱うのが足とのこの組み合わせ、手とのこの絡みでこうリニアフレーズでいかに、やるのか。でこの16 triplets、つまり6連符ですね、これを使うともっとですねそれがより顕著に、効果的に現れるので、こういったパターンをですねこういくつか持っておくと非常に便利だと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。で今回 Right Left Kick Kick Right Left なんですが、ここでアクセントを使います。最初の Right と最後の Left、 ここにですねアクセントをつけて、ゆっくりやるとこんな感じです。感じですね、これをどんどんスピードアップして6連符の技として皆さんもですねぜひ使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。